ただいまより学校法人尚美学園尚美ミュージックカレッジ専門学校平成30年度入学式を開式いたします。一同起立。礼。着席してください。総額学校長式辞。新入生起立。礼。将来の夢を抱き、本日晴れてこの尚美ミュージックカレッジ専門学校に入学をされた皆さん、心からお祝いを申し上げます。また今まで愛情を込めて共に歩んでこられたご家族の皆様に心よりお喜びを申し上げます。本日はお忙しい中ご出席をいただきありがとうございます。どうぞ、着席されてください。新入生の皆さん、改めて入学おめでとう。教職員一同、これから始まる皆さんの学生生活が豊かで実り多いものとなるよう力を尽くしていきます。2年また4年の短い期間ではありますが、一緒に頑張っていきましょう。今日から皆さんは尚美ミュージックカレッジ専門学校の学生となります。学生証は明日からのオリエンテーションで担任の先生から一人ずつ渡していただきます。先ほどの演奏は総楽といいますが、管弦打楽器学科と音楽総合アカデミー学科の管弦打楽器コースの学生で編成されたウィンドオーケストラです。今日を入れて3回の練習と聞いていますが、ちょうど2年生になったばかりの学生は総楽で皆さんを迎える大役を果たし、また今日から先輩になる責任感で皆さんと同じく緊張していたと思います。この演奏の機会を通して一回り大きくなっている在学生と新入生の皆さんが自分への誓いを胸にこの分野に一歩を踏み出してくれたこの入学式を挙行することができ、大変感慨深く思います。入学式のこの機会に本学について少し触れておきたいと思います。本学は創設者である赤松直氏により音楽教育の始祖として、知と愛の建学精神のもと、西暦1926年にこの地でピアノとバイオリンの学びとして始まり、今年で93年目を迎えます。
現在2年生、3年生、4年生の音楽専門課程13学科と上級のコンセルバトワールディプロマ科、また卒業生のためのグラデュエートスクールを要する音楽の専門学校として、教育のノウハウと実績を持つ伝統と時代を先取りする先進性を持って、音楽、エンターテインメント、音楽ビジネスの各分野にプロとして活躍する多くの人材を送り出してまいりました。その数は2万人を超えます。私たち教職員はその教育方針のもと、皆さんが安心して十分に学びに向き合っていただける環境を提供するとともに、将来への道をしっかりと一人一人サポートしてまいります。さて、皆さんは今日どのような思いを持って入学式に臨んでいますか。大好きな音楽を通して真剣に打ち込める分野に勇気を持って踏み込んだ夢いっぱいの日だと思います。そんな皆さんに、将来プロを目指す皆さんに心がけてほしいことをお話しします。仕事や普段の生活にはリアルでもネットでも必ず相手がいます。また多くのことは誰かとの関わりの中で進められています。ステージに上がるとき、スタッフの動きや言葉が分かる、的確に指示が出せる、レコーディングのときにミュージシャンの感性までを引き出せる指示ができる、これらは専門の勉強とともに、相手を理解し、相手を尊重し、相手の立場で物事を考えることができて可能になります。自分の力がチームで 100% 以上になるのはそんな時です。リスペクトをすることと信頼と信用はついと考えます。そのためのコミュニケーションの基本として守るべきことで、私たちが大切にしていることは難しいことではありません。挨拶をする、時間を守る、礼を言う、嘘を言わないです。私は奈良県出身ですので、挨拶はこんな言葉で口に出して覚えています。青によし、万葉集の言葉ですけども、ありがとうございます、これは感謝の言葉ですね。おはようございます、最も大切な挨拶の言葉です。ニコニコと、よろしくお願いします、仕事の始まりの言葉ですね。失礼しました、とっさに謝辞を述べることも普段から言えるといいですね。このことは幼い頃から教わってきたごく当たり前のことです。そしてこのごく当たり前のことがやはり学ぶ基本であり、仕事をする上でも基本となります。ぜひ忘れないでください。最後になりますが、少し前の携帯の au の CM に、学んだことは誰にも奪われないとありました。宝物のような素敵な言葉です。これからの学生生活で経験する実習や実践は皆さんの宝物になると思います。皆さんが今日このスタートラインに立つことができたことに心からエールを送ります。どうか迷わず、脇目を振らず、目標をしっかりと見定め、毎日が変化できる、変化させる大切な人を過ごしてください。一生懸命に立ち向かっている人を見ると、自分も応援され励まされている気持ちになります。楽しいことだとすっと努力できます。そしてちょっと工夫をして上手くなって、できる、出来上がる、それでますます好きになって次に向かっていける、ちょっとずつ変わっていくならば、つまずいてもまたそこから工夫をしていけばよい。高い目標を目の前にいきなり置くのではなく、まずはコツコツと楽しく、友人とお互いに良い刺激を受け合って学生生活を始めてほしいと思います。皆さんの健闘を心から願ってあります。一緒に笑顔で頑張りましょう。よろしくお願いします。新入生起立。レイ、
来賓紹介。ここで来賓の皆様をご紹介いたします。尚美学園理事長久保公人様、音楽評論家尚美学園大学副学長富澤一世様、尚美ミュージックカレッジ講演会会長平田正則様、尚美同窓会理事長佐藤博様、尚美学園副理事長法人本部長渡辺翔吾様、以上ご出席を賜りました。来賓祝辞、これよりご祝辞をいただきます。はじめに学校法人尚美学園理事長久保公人様よりご祝辞を頂戴いたします。礼。ご紹介いただきました学校法人尚美学園理事長の久保公人でございます。尚美ミュージックカレッジ専門学校の経営母体である学校法人の長という立場でお祝いの言葉を申し上げます。どうぞ皆さんお座りください。平成30年度尚美ミュージックカレッジ専門学校に入学された新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。ご列席のご家族保護者の方々に心よりお祝い申し上げます。学校法人尚美学園は昨年設立90周年を迎えた歴史と伝統ある学校法人です。尚美ミュージックカレッジ専門学校4年生大学の尚美学園大学および大学院を有する学校法人で、その園源は大正15年に遡ります。改築なった1号館のある場所が創設の場所です。ここ文京区は東京23区の中で治安ランキング1位の町です。また文京区という名前が文の都、文京の府であることを象徴しているように、幕府の最高学府昌平坂学問所、湯島聖堂から発し、現在では東京大学も含めアカデミックな雰囲気にあふれた町になっており、勉強する環境は整っています。皆さんの多くは音楽が好きで、音楽と共に生きていきたい、音楽を続けたいという気持ちで入学されたんじゃないかと思います。そして本学で濃厚な2年間あるいは4年間を過ごされることでしょう。音楽漬けの楽しい毎日になることと思います。イギリスの銀行家であり探検家でもあったジョン・ラボックは、他人と比較して他人が自分より優れていたとしてもそれは恥ではない、しかし去年の自分より今年の自分が優れていないのは立派な恥だと述べています。日々研鑽を積んで頑張ってください。さて2020年8月には東京オリンピック・パラリンピックが開催されます。2年前のリオデジャネイロオリンピック閉会式での日本のプレゼンテーション、パフォーマンスはすごかったです。これまでのオリンピックを通じてあのようなワクワクするパフォーマンスは見たことがありませんでした。またこの2月にピョンチャンで開催された冬季オリンピックのフィギュアスケートのエキシビションにおける羽生結弦選手のスケーティング、サンサンス作曲白鳥をモチーフにしたノッテステラータ星降る夜の
旋律のもと情感たっぷりなスケーティングを音響、映像、照明が実に効果的に支えた感動的なパフォーマンス、スポーツと芸術が融合された世界でした。オリンピックはスポーツの祭典ではありますが、同時に文化芸術の交流の場でもあります。2年先に向けて国内のスポーツのみならず、音楽、ダンス等の芸術、アニメ、ゲーム等の現代文化を世界に向けて発信する機会も飛躍的に増えると思います。日本はその流れの中で世界の最先端を走っていくのではないかと思います。皆さんがそのような一生に二度と出会うことのない大きな流れの中で自己実現を図っていかれることを期待しています。音楽をはじめとする芸術の世界を目指して入学された皆さんが、その夢と希望を実現するため、学校長の山本先生以下、教職員の皆様が一丸となって尽力されておられますが、学校法人としても必要な施設設備等の環境を整備し、十二分なバックアップをすることを誓いし、お祝いの挨拶といたします。本日は誠におめでとうございます。新入生起立。レイ、続きまして音楽評論家、尚美学園大学副学長富澤一世様にご祝辞を頂戴いたします。ご着席ください。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。それから保護者の皆さん、本当におめでとうございます。今日私ですね、お話しさせていただきたいのは、ただ一点だと思うんですけれども、今日ですね、尚美ミュージックカレッジ専門学校の、入学式ということで、皆さんにとっては、大切な記念日になると思うんですね。で、これまでにもですね、記念日はたくさんあったと思います。まずは生まれた時の誕生日、それから七五三もそうかもしれませんよね。あとやっぱりね、幼稚園の入園式、卒業式、中学、高校と来てると思うんですけれども、でその中でも今日の、入学式なんですけれども、皆さんの人生の、記念日としては非常に大きなね、意味を持っているのかなというふうに思っています。まあ、小学校、中学校、高校までは自分の意思というよりも流れで来た可能性があると思うんですけれども、高校を卒業してその後どうするかということはですね、進学するのか、それから就職するのかということで大きな意味を持ってきますので、多分皆さんがそれなりに悩まれた上で結論を出したということで、今までの記念日とはちょっと違うのではないかなと思います。そんな中で皆さんがこの尚美ミュージックカレッジ専門学校を選んだ決断の中には、まあ、いろんなことがあると思いますけれども、やっぱり皆さんはね、音楽が好きで、そして、まあ、2年後、3年後、4年後、この学校を卒業してから多分音楽をベースにして、仕事をしていきたいと思っていらっしゃると思います。その中で言いますと、この2年間で、多分皆さんにですね、やっていただきたいことはただ一つだと私は思っています。いつもですね、入学式のたびにいろんな話をするんですけれども、その後ですね、卒業式とか、卒業するときに、私の入学式の話を覚えてるっていうなって言うと、はい、あの次の話ですねっていうことでありますので、今日もですね、次の話をしたいと思います。ここに今日ね、600人くらいの新入生の皆さんがいらっしゃると思うんですけれども、これから例えばですね、皆さん釣りに行きましょうというふうに話にしたいと思います。道具、釣り道具、それから餌、
設備は全部、学校から供給します。ですから皆さんは、道具に関しては皆さん同じ道具を持ってるんですね。それで一緒に、海に行きましょうということで、海に行きました。でその時に不思議なことにですね、600人もいると魚が釣れる人釣れない人、まあ、はっきり分かれてしまうんですね。でその時にどうするかということだと思います。まず魚が釣れなかった人、釣れない人は、釣れてる人のところへ行って、あ、魚釣れていいなというふうに羨ましく思うか。で羨ましく思っていますと、魚が釣った人はじゃあお前にこれあげるよと、で魚をあげます。それを喜んでもらって持って帰るようでは、多分二度と魚を釣ることは私はできないと思います。その時に、ありがとうと言って魚をもらって喜んでいるのではなくて、なんで私は釣れないんだろう、なんでこの人は釣れるんでしょうかというふうにことを考えてほしいですね。でその結果何か分かるかと言いますと、例えば、道具は一緒ですよね。餌の付け方が違う、餌も一緒です。餌の付け方、頭から、つけるのか、真ん中からつけるのか、お尻からつけるのかによって多分変わってくると思います。それからもう一つ浮きの長さですよね。浮きの長さが1メートルなのか、2メートルなのか、3メートルなのかによって、魚の種類によって3メートルにいるところ魚、2メートルにいるところ魚、いろいろありますよね。ですから3メートルのところにいる魚を釣るときに2メートルの浮きでは当然釣れないわけですよね。で、これを知っている人が魚を釣ることができるんですね。ですから知らないということは恥ではないですけれども、その釣れている人のところを行ってみて、見てなんでこの人は釣れるんでしょうかということを考えてみる必要があると思うんです。で、考えても分からない場合は何かと言いますと、なんでと、じゃあ、浮きの長さはどれくらいですか聞けばいいんですね。で、餌の付け方も、こういうふうにどういうふうに、付けたらいいんですかと。それからもう一つは、漁場がありますから、じゃあここの漁場が釣れるのか、こちらの漁場が釣れるのかによっても多分変わってくると思いますよね。ですからそういうところをまず覚えていただくことが必要だと思います。多分皆さんこれから、2年間勉強する中におきまして、2年後には卒業するときには音楽で食べていく、音楽で仕事をしたいと思っているはずですから、そのためにはいち早くやはりですね、魚の釣り方を覚えていただきたいと思います。そしてこの学校には先生方たくさんいらっしゃいますけど、皆さん現役で頑張っている方ですので、それぞれ釣りの名人なんですね。ですから、魚を釣るためには自分が釣れなかったときには、釣りの名人に聞くのが一番早いというふうに思います。2年間、とにかくですね、早めに、魚の釣り方を覚えて、そして早めに、就職をして、その中で、自分が、こういうアーティストをやりたい、こういうものをやりたいというのは夢がたくさんあると思いますので、とにかくその夢を実現するためには、その方法論というのがありますから、とにかく、2年間、3年間、4年間の中で、自分の、魚の釣り方を覚えて、そしていずれ、釣りの名人になるように頑張っていただきたいと思います。今日は、その一歩だと思いますので、今日の日を忘れることなく、これから頑張っていただきたいと思います。私も、授業を持っておりますので、何かありましたらぜひ、私の授業にも顔を出していただければ、魚の釣り方を少しでも教えることができると思いますので、皆さん、今日を機に頑張っていただきたいと思います。そして今、私も音楽評論家として、47年間現役でやってきましたけれども、音楽業界は、今ね不景気だと言われていますけど、決して不景気ではないんですね。それは、ジャスラック日本音楽著作権協会に入ってくる、収入が増えているんですね。ということは音楽は、たくさんに使われているということです。ただ CD の音楽配信にビジネス、モデルが変わっていくだけですから、そのためには新しい才能を音楽協会は、求めておりますので、皆さんのような新しい、知識を持った新しい人たち
が、ぜひも入っていただいて音楽業界を、盛り上げていってほしいと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。私の挨拶とさせていただきたいと思います。今日はどうもおめでとうございました。新入生起立。礼。続きまして、庄美ミュージックカレッジ講演会会長平田雅則様にご祝辞を頂戴いたします。礼。どうぞご着席ください。講演会を代表いたしましてお祝いの言葉を述べさせていただきます。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。そして保護者の皆様、お子様のご入学心よりお祝い申し上げます。エンターテインメントの世界に夢や憧れを持って入学された皆さんは音楽が大好きで音楽に満たされた学校生活に期待を持って入学されたことと思います。実は私も音楽とバイクが趣味でしばし山の中を好きな音楽を聴きながらオートバイを走らせます。そんな時あらかじめ SNS や YouTube で目的地を検索します。なぜならば危険な場所を察知でき持っていった方がいい道具がわかるからです。事前準備をしっかりしていればトラブルなく快適なツーリングで何倍も楽しめます。そうして快調にバイクを飛ばしていると SNS などから想像したもの以上に素晴らしい世界を体験することができました。本日新たな一歩を踏み出した皆さんもツーリングを前にした私と同じような気持ちではないでしょうか。来週から始まる授業にワクワクドキドキしているかと思いますが、皆さんはすでに学校から送られてきた課題や参考資料などで準備をしっかりされていることと思います。明日から始まるオリエンテーションも受け、さらに事前準備を万全にしてください。そうして受ける授業はきっと想像以上に素晴らしいものに違いありません。さて、庄美ミュージックカレッジ専門学校の3つの教育の柱であるパーソナル教育、実践教育、コラボレーション教育のうち、実践教育には講演会としても協力・支援を行っています。実践教育はコンサートや舞台公演などへの出演、スタッフとして参加することを通じて行われます。講演会は学科単位で行われるさまざまなイベントに助成を行っております。学生は
授業で学んだことを実践することで経験を積み、さまざまな能力を身につけることができます。これは学校生活の中でも非常に大きなウェイトを占める大切なものです。イベントに向けて練習や準備の中で、クラスメイトとの絆も深まり、お互いに切磋琢磨することで力がついてくるのです。ただ、時には自分の思った通りの演奏やパフォーマンスができなくて、自信をなくしたり、モチベーションが下がることもあるかもしれません。そんな時には、これから私がお話をすることを参考にしてみてください。私は金属加工の仕事をしております。いわゆる職人と呼ばれるものづくりに従事しております。私の仕事とこれから皆さんが進んでいく世界はとても似ていると思います。高度な加工技術を習得する過程は、皆さんが演奏などの技術や機材のオペレーション技術を習得するのと同じです。金属を曲げる際、決められた寸法に曲げていく加工、楽器であれば出したい音、ダンスや演劇であれば決めたいジャンプ、決めたいアドリブ、作詞作曲であればどうしても入れたい言葉やサビ、レコーディングであればかっこいいサウンド、聞いてもらう、見てもらうが作り上げる喜びだと思います。うまく音が出ない、演じたい形がなかなか作れない、いいフレーズが出てこない、いいサウンドに近づかないなど、そんな時はゆっくりと丁寧に考えてみてください。ゆっくりと丁寧に動いてみてください。3日ぐらいで絶対に達成できる目標を立ててみてください。楽しく前向きに頑張れると思います。最近仕事を教えることが増えてきました。皆さんも今までいろいろな経験や練習をしてきたと思いますが、先生やお友達からアドバイスを受けたときには、まず自分の考え方を一度頭の中の棚に置いて素直に聞いてみてください。できれば一度アドバイスされたことを試してみてください。そうすればきっと解決するための道が見えてくるはずです。支えとなるのが友人であり、クラスメイトであり、ここにいらっしゃる先生方です。今日から新しいスタートです。講演会といたしましても、皆さんを応援するサポートを行ってまいります。学校生活で体験するさまざまなことが皆さんを成長に導いてくれます。楽しく学び、充実した日々毎日を過ごしていただければと思います。これから皆さんのご健闘とご活躍を期待しつつ、お祝いの言葉とさせていただきます。おめでとうございます。新入生起立。礼。
続きまして尚美同窓会理事長佐藤博史様にご祝辞を頂戴いたします。礼。どうぞお座りください。ただいま紹介者を預かりました尚美同窓会理事長の佐藤でございます。同窓会を代表しましてお祝いの言葉を述べさせていただきます。春うららかなこの良き日、尚美ミュージックカレッジ専門学校にご入学されました皆さん、ご入学おめでとうございます。ご列席のご家族の皆様方にとっても特別な日でありましょう。心よりお祝い申し上げます。入学式がこのように厳粛な雰囲気の中で挙行でき、新入生の皆さんの希望に満ちた輝かしい表情、またその姿に出会えることは、かつて私も尚美で学んだことを思い出しまして、新しい喜び、感激であります。皆さん、これから学ぶ専門的な知識や技能の習得は、日々の最善の努力が必要です。尚美で学ぶ時間は皆さんにとってかけがえのないものとなり、そして人生にとっても大切な場所となるのです。我々同窓生も専門学科やジャンルを超えてお互いに協力し刺激し合いながら夢の実現に向かって学んでまいりました。尚美のカリキュラムは学ぶべき内容を先生方が精錬し凝縮された内容が多くあります。ぜひ覚悟を持って学業と学校生活を送ってもらいたいと思います。さて先輩という立場で一言お話をさせていただきますが、学校生活で心がけてほしいことを2つほどお話をさせていただきます。まず第1は、いつも感性を働かせて創造性、独自性を意識して勉学に励んでいただきたいことです。特に皆さんが選んだこの学校では感性を大切にしてほしいということです。いろいろな文化、芸術に触れ刺激を受けることで感性が磨かれ自分の創造性が養われます。創造性はこれまで学んできた知識、技能などから新しい組み合わせから生まれてきます。他分野に学び、時に既存の知識を創造的に破壊して自身の表現力の向上、また可能性を伸ばしていただきたい。第2には学生同士、お互いを認め合い、優しさを持って人との関わりを大切にしてほしいということです。一つの専門領域でできること、一人でできること、これには限界があります。皆さんの周りにはいつも優しく教えてくださる先生方、また多くの仲間、そして家族がいることを忘れないでください。お互いを尊重し感謝する気持ちを持って人として一つのことを成し遂げてください。尚美同窓会ではさまざまなイベントも計画しております。また皆さんへの支援として奨学金制度を設けていますので、ぜひご活用ください。明日から始まる尚美の学生生活が充実した実りの多い
日々となるように心より記念申し上げ、同窓会を代表しましてご入学のお祝いの言葉とさせていただきます。皆さん、また明日から頑張りましょう。新入生起立。礼。着席してください。ここで祝電をご披露いたします。文教区長成沢博信様、ご入学おめでとうございます。皆さんの未来が可能性に富み輝かしいものとなることを期待いたします。公益社団法人東京都専修学校各種学校協会会長山中義弘様、晴れのご入学おめでとうございます。新たな学園生活で夢実現のため専門職の勉学に励みましょう。学友との出会いを大切に充実した学園生活をお過ごしください。以下ご芳名のみの紹介とさせていただきます。日本ドリコム代表取締役山城幸男様、株式会社 JS コーポレーション代表取締役社長米田栄一様、株式会社リクルートマーケティングパートナーズ代表取締役社長山口文弘様、浦和黎明高等学校学校長戸橋剛様、船橋市立船橋高等学校教諭川崎博和様、武州館中学校武州館高等学校校長馬場康隆様、自由民主党文部科学部会長参議院議員赤池正明様、以上です。新入生代表誓いの言葉。新入生代表松田英里。教職員はご起立願います。桜の花も咲き誇り、うららかな春の日差しを受けて、私たちは晴れて尚美ミュージックカレッジ専門学校の入学式を迎えることができました。本日は私たち新入生のためにこのような式典を挙行していただきありがとうございます。新入生を代表して心より御礼申し上げます。今日この日を迎えられた私たちの胸には新しい生活への不安もありますが、それ以上に大きな喜びと期待で満ち溢れています。この尚美ミュージックカレッジ専門学校には整った設備やカリキュラムが用意されているだけでなく、多くの分野で活躍されている先生方やオープンキャンパスで親切にしてくださった頼もしい先輩方がいらっしゃいます。このような恵まれた素晴らしい環境の中で、
私たちは幅広い知識を身につけ、多くのことを吸収していきたいと思います。そして自分の夢を叶えるために真正面から向き合い、多くの感動を味わい、たくさんの挑戦をし、生きていく力強さを身につけていきたいと思います。学校生活を共にする中で、私たち新入生は共に成長し、互いに良き影響を与えることができるようになるでしょう。そのような心強い仲間たちと共に入学できることを嬉しく思います。時には悩み、立ち止まることもあるかもしれません。そんな時には同じ夢を持つ仲間と互いに励まし合い、夢に向かって努力していきたいと思います。最後になりますが、学校長並びに先生方、そして先輩方には温かいご指導とお導きのほどよろしくお願いいたします。私たち新入生一同は伝統と実績のある本校の学生であることに誇りを持ち、夢に向かって精進していくことを決意し、入学にあたっての誓いの言葉といたします。平成30年4月9日、新入生代表、プロミュージシャン学科、松田恵美。着席ください。担任紹介。これから1年皆さんが直接お世話いただくこととなります。担任の先生方をご紹介いたします。ただし複数のクラス編成となる音響映像照明学科、管弦打楽器学科の新入生の方は、明日火曜日から行われるオリエンテーションにてクラス分け発表となりますのでご了承ください。ピアノ学科、岡野雄仁先生。管弦打楽器学科1クラス、大山聡先生。同じく2クラス、高梨博久先生。ジャズポピュラー学科、高野正和先生。ボーカル学科、高松俊先生。プロミュージシャン学科、轟幸太郎先生。アレンジ作曲学科、岩田聡先生。ダンス学科、武井和人先生。ミュージカル学科、松山由佳先生。声優学科、田原アルノ先生。音響映像照明学科1クラス、佐藤清先生。同じく2クラス、上田寛先生。同じく3クラス、近藤剛先生。ミュージックビジネス学科、岡本忠義先生。音楽総合アカデミー学科、広田康之先生。続きまして部門部長、学科専任の先生方をご紹介させていただきます。総合音楽一部門、部門部長兼
管弦打楽器学科課長伊藤徹先生。総合音楽2部門部門部長兼アレンジ作曲学科課長稲見秀夫先生。パフォーマンス部門部門部長兼ミュージカル学科課長井上仁先生。エンターテインメントプロデュース部門部門部長兼音響映像照明学科課長近藤剛先生。アカデミー部門部門部長伊藤徹先生。学務部部長学生部部長兼演奏部部長川村智明先生。ピアノ学科課長成沢隆先生。ジャズポピュラー学科課長私大井澄人です。ボーカル学科課長越川清美先生。プロミュージシャン学科課長小宮山博之先生。ダンス学科課長武井和人先生。声優学科課長滝沢露子先生。ミュージックビジネス学科課長岡本忠義先生。エンターテインメントビジネス創造学科課長西川典彦先生。音楽総合アカデミー学科課長坂本浩志先生。ピアノ電子オルガン学科豊島義行先生。管弦打楽器学科日比和弘先生。プロミュージシャン学科河野雄一先生。アレンジ作曲学科佐々木清弘先生。ダンス学科山崎拓也先生。ミュージックビジネス学科磯田正弘先生。音楽総合アカデミー学科中村美奈子先生。以上先生方の紹介でした。総額
ただいまの演奏は本学講師広瀬隼人先生によりこの入学式のために作曲されました祝典序曲希望の鐘。演奏は尚美ウィンドオーケストラ。指揮は管弦打楽器学科専任講師高梨博久先生でした。以上をもちまして学校法人尚美学園尚美ミュージックカレッジ専門学校平成30年度入学式を閉式いたします。一同起立。礼。着席ください。